まだいたの？どう？落ち着いた？やっぱり、まだ、怖いのかしら。だけど、そろそろ落ち着か。ごめん、ちょっと黙っててくれる？どうしたものかしら。心の傷というのは、なかなかねえ。ごめんください。はい、どちら様ですか？あなたは、確か以前、カイト君とトラック探しに、行ってた。春菜と申します。本日は、お詫びとお伝えしたいことがあり、お伺いいたしました。お詫びって、あなたたちに何か悪いところなんて、あったかしら？この度は、春菜たちの捨て際により、大切な方を危険にさらす事態となり、本当に申し訳ございません。そんな、捨て際だなんて、私も詳しい事情は、わからないですけど、あんな変な化け物みたいなものが、突然現れるなんて、誰も想像つかないと思いますよ。いえ、本来、海上で止めるべき深海生艦の、上陸進行を許してしまったのは、鎮守府としても由々しき事態という認識です。現在は、鎮守府総出で、事態の収束に動いています。わざわざいらっしゃってくれたのは、嬉しいですけど、今はそっとしておいてほしいです。彼女、ミクがさらわれた時の光景が、トラウマになって、時々パニックになっちゃうんですよ。資料が足らず、申し訳ございません。ですが、それを踏まえて、お伝えしたいことがあります。戻るんですか？ミクは、戻ってくるんですか？それが、お伝えしたかったことです。必ず、取り戻します。海の平和は、国の平和、すなわち皆様の平和です。それを守る使命が、鎮守府には、あります。平和を取り戻すため、必ず、初音さんを、お連れして戻ります。絶対、お願いします。ミクがいてこそのボーカロイドですし、彼も、彼女がいないとダメなので。絶対にミクを、助けてください。はい。間に合った。霊夢さん、あれはもしかして。そのもしかしてよ。何の用かしら？いきなり攻撃してくるなんて、礼儀がなってないわよ。礼儀？そんなもの、お前たちには必要ない。我々の要求は、一つ、そこに座っている、そいつを、渡せ。ニトリを渡せって？どうせレーダー解除されたくないからでしょ。あんたらのせいで間接的にだけど、私も迷惑被ってんの。これ以上面倒にしないで、欲しいわ。そうか。まずい、結界が。カイト、ニトリ、あんたらだけでもあいつから遠い方向に。逃げなさい。霊夢さん、一人で大丈夫なんですか？あいつは多分、あんたらじゃ手に負えないわ。結界で守るにも限界があるから、ここから離れるのよ。ミガさん。な。行け。バンジー休止か？スターボーブレイク。な、なんだ？ターゲットキャッチ。みんな、助けに来たよ。いいタイミングじゃないの。あっちは一人しかいないね。この人数なら、勝ち目あります。ダゼーニブゼー。致し方ないか。皆様ご無事で、何よりです。無事っていうか、ある程度の敵は、
二人で蹴散らしながら来たんだけど。え？カイトくんも戦えるもの持っているなんて、すごいね。大したものじゃないけどね。確かに、ここまでは、皆さんのパワーで切り抜けられたのも、事実です。ですが、この先は一段とデンジャーです。皆さんの安全を、保証しきれるとも言えないです。特に私は、カイトさんのことが心配です。それは言い換えれば、引き返して戻った方がいいと。そういうことですよね。心配してくれるのは、とても嬉しいです。ですが、僕も半端な覚悟できたわけじゃないので。二人とも。それならこういうことにすればいいんじゃない？私とカイトは、初音さん奪還、あんたは深海性艦駆逐の、遂行、それで切り離して考えたら？え？そりゃあ、国民を守るのも任務だから、カイトに怪我させたくないってのも、わかるけど、それでこいつが引くわけないんだから。それなら任務に直接関係ないやつの、責任は、私たち幻想郷組に、任せて、あんたは宿敵退治に全力注げばいいのよ。わかりました。でも、私は皆さんをガードするつもりで、います。気持ちはそれでいいのよ。余計なこと考えてたら、全力なんて出せないし。ありがとうございます。みんなで頑張ろう。私も早く今回の後始末しないとね。決まりね。このメンバーで、先を目指しましょう。その話、私も混ざっていいかしら。え？それで、彼女をさらってきて、効果あったの？あったはあったけど、正直一部の奴らが騒いでいる程度で、お偉いさんまでは動いてなさそうに、見えるわよ。っていうか、最初から思ってたんだけど、アイドル一人いなくなったぐらいじゃ、国は動かないでしょ。何よそれ、だったらもっと注目されてる人が、良かったんじゃないの？いやいや、ミクさん連れてきただけでも大取り物でしょ。うるさいうるさい。私はグミちゃんが良かったのに、あんたの好みは聞いてない。いや待てよ、注目されてる人って解釈ならば、夏色まつりちゃんとかでも、話聞いてる？どちらにしても、連れてくるやつを選ばないと、意味がないと思うわよ。わかってるって。あとは、離島のやつがこの結果を、どう受け止めるかよね。どうしたのよ？いや、ちょっとミクさんの様子見てこようかなって。あんたさ、そんな情に流されているところ直さないと、いつか足すくわれるわよ。足すくわれるって、そもそもミクさんはうちとも関係でしょうが。結果はもう出てるんだし、早いとこ次のターゲット探した方がいいわよ。あ、待ちなさいよ。まったく、こっちに来た以上、ただでは返せないし、どうするつもりなのかしら。この部屋だったのね。寝顔も可愛いな。何なのかしら、この気持ち。なんでこんな申し訳ないような感じに。前は人間一人なんかにこんな情が湧くようなことなかったわよね。私、どうしちゃったんだろ。やっぱりな、あの二人に出会ってから、なんか感じるものがあったわよね。深海性感として、どうなのかしら。とりあえず、あいつらへの迎撃と、ミクさんどうするかは、別問題よね。うん、そういうことにしよう。ここで会っているのよね。イエス、ここまで案内サンキューです。なんか結構立派な要塞なのね。ここが現在の深海性艦のアジトと言われています。言われていますって確定じゃないの？深海性艦はアジトの位置ちょくちょくチェンジします。様々な情報を頼りに割り出した場所がここです。私にすれば気配オーラ云々で特定は楽勝だったけどね。そんなにわかるものなんですか？近くにはいなさそうだけど気配がするな。とりあえず、ここまで来たら大丈夫かしら？大丈夫です。ベリーサンキューです。
じゃあ、私はそろそろおいとま。攻撃が、消えた？はいはい、今度は誰よ？なんか向こうもあっけに取られた顔してますね。まあそうなるわよね。砲撃が消えた。ちょっと彼女んとこ行ってくるわ。ええ。誰かと思えばあんたか。ご無沙汰だったわね。そうねえ、異球の件以来よね。あれ、結局交流直後に撃墜されちゃったらしいけど、帰れなくて残念だったわね。それは心配しなくてもいい。異球ぐらいなら会話聞くし、ひとまず、改めて礼を言っておくわ。礼を言ってもらえるのなら、その代わりに。そこを通してもらおうかしら。念のために聞くけど、目的は？あんたらがさらっていった、初音ミクさんを取り戻しに来たわ。それが目的。いいわよ。他に理由がないのなら、いいわ。随分あっさり通してくれるじゃないの。彼女を連れてきた結果は、わかった。もう用はないから。もちろん、他の奴らはダメよ。今ここで潰す、そう伝えなさい。はいはい、わかったわよ。ここまで作戦通りね。さて、だいぶ奥までやってきたと思うけど。でも、何も見当たらないですね。そう油断してると大体帰り討ちに遭うのよ。そんなつもりないですけど。こういうこと、油断しているやつほど大丈夫って、言うもんだし。わかりました。で、そろそろミクさんがいそうな部屋への、扉がありそうじゃない？そうですね。あそこにいるの、そうじゃない？ミク？ミク？僕だよ、ミク、しっかりして。ミク、返事をしてよ。うん。ミク？みんな、今日はコラボでハッピーライブに来てくれてありがとう。どこでライブしてるの？あれ？その声、お兄ちゃん。ミク、無事でよかった。あれ、ここどこ？そしてなんで私、檻の中にいるの？なんていうか、陸から遠く離れた海に浮かぶ基地の中という感じ。え、それって秘密基地とか？なんでそんなところに連れてこられたの？分かっていること話すだけでも長くなりそう。とにかくまずはここから出ないと。どうやって出るの？どうやって出るの？鍵を探さないと。あんたさ、ここまで来て鍵なくて困ってるのはわかるけど、もっと真剣に考えなさいよ。そんな、僕だって必死なんですよ。私、その鍵がありそうな場所知ってます。本当ですか？私、先にこの基地に潜り込んでいろいろ調査していたんですよ。そしたら、ここに来る途中に、それっぽいものを、しまってありそうな部屋があって。もしよろしければ、場所を教えましょうか？お願いします。あんた、さらった側なのに欲的に、塩なんか送れるわね。もう結果が出たからこれ以上閉じ込めとく、必要もないわ、なんだかかわいそうだし。よかった、怪我とかしてないようだね。一体全体どうしてこうなったのか、わからないけど、お兄ちゃんが来てくれたから、ほっとしたよ。そう言ってくれて嬉しいよ。でも、ここまで来れたのは、僕だけの力じゃないから。ここまで本当にありがとうございました。お二人の協力があったから、ミクを無事に助け出すことができました。私からもお礼します。ありがとうございます。あんたもここまで頑張ったんじゃないの。その辺は、私も礼を言っとくわ。私はたまたま一緒になっただけなので、恐れ入ります。正直に喜べばいいのに、素直じゃないわね。余計なお世話よ。お二人って、
もしかしてお知り合いだったりしたんですか？え？まあこの旅の途中であったというか。そうです。たまたま目的地が同じだったもので。そうなんですか。いずれにしても感謝です。お礼合戦はここまでにして、そろそろ脱出しとかないと。どうしたのよ？いや、こんな状況で言うのは、おかしいって思うんですけど、もう、我慢できなくて。あの、サインください。いいですけど。本当におかしな質問だったわねー、ピエン。とりあえず、船に戻ったところで、サイン書いてあげてちょうだい。わかりました。ありがとうございます。それじゃあ、早いとこ脱出しましょう。ちょっと、大丈夫？苦しい。この、感じ。私の力が？彼女のオーラが、どんどん強くなってる？まさか。あんたら、今すぐこいつから離れて。なんでですか？解放してあげないと。こいつはこのままだと危険な姿になる。そしたら危ないわ。危険な姿って何ですか？まずい。どういうことなんですか？こいつの真の姿がこれなのよ。とにかく逃げなさい。ケイ、どうしたのよ。止まりなさいよ。言葉が通じない。まずい、受け止めきれない。待たせたわね。待ちくたびれたわよ。でも、助かったわ。